ツイスター理論は、ロジャー・ペン・ローズによって1960年代後半に提唱された数学の理論の一つである。理論物理学及び数理物理学において、ツイスター理論は、従来の3プラス1次元時空の幾何的対象を、軽量符号を持つ4次元空間の幾何的対象へ、写像する。この空間は、ツイスター空間であり、その複素数の値を持つ座標は、 ツイスターと呼ばれる。ツイスター理論は、量子重力理論に至る可能な道として、ロジャー・ペン・ローズによって1967年に提唱された。ツイスターは特に、任意のスピンの質量を持たない場の運動方程式を、特自然な方法である。ヤン・ミルズ理論やアインシュタイン方程式の解の構成などに用いられるほか、量子重力理論との関係で研究されている。2003年、 エドワード・ウィッテンは、原理論の位相的 B モデルをツイスター空間に組み込むことによって、ツイスターと原理論を統合することを提唱した。彼の目的は、ある特定のヤン・ミルズ・振幅をモデル化することであった。結果として得られたモデルは、ツイスター原理論として知られる。EN ・シモン・スペジーリーと共同研究者は、ツイスターをループ量子重力理論へ応用した。 ありがとうございます。